こんにちは、稲垣敦史です。コロナウイルスで自粛が続く中、どうお過ごしでしょうか。僕は海外のコーチたちが、オンラインで行っているクリニックを毎日見てるんですけど、まあ、それに刺激を受けて日本でもそういうのができないかなと思って、今日はプレイヤーディベロップメントのことについてちょっとお話しさせていただこうと思います。こんなことにね、僕がお世話になっている人が、クリッパーズのプレイヤーディベロップメントの方だったり、ウィザーズでプレイヤーディベロップメントをやっている方なので、まあ彼らから教わったことをちょっと深くいくと長くなるんで、まあ表面というか少し紹介をしていこうと思います。プレイヤーディベロップメント、まあ選手の育成で持っていなきゃいけない5つのもの。ケア、知識、24/7、スウェット、イクオリティ、トラスの5つ。一個一個説明していきますと、一つのケア。まあ、ここは英語で書いたんですけど、日本語で説明すると、コーチがいくら知識を持っていたとしても、選手に対する思いやりがなければ意味がないと。選手はコーチのためにいるんじゃなくて、コーチが選手のためにいるんだと。僕たちがどうやって選手を助けられるかっていう、まず人としてどうやって接して信頼関係を築くかっていうのがないと、どれだけね、天才で頭の中にいいものがあっても意味がないよっていうのがまず一つ目です。ただ二つ目の知識。実際知識がないとやっぱそれも意味がない。今の選手たちはもう黙ってやれとか、いいからやれっていう世代、時代じゃなくなってきているので、まあ、僕の時代でギリギリぐらいですかね。ってなった時になんでか、それぞれの考えだったり理由っていうのを求めるんで、それを提供できるだけの知識を持ってなきゃいけない。で、そのためにコーチたちも映像だったりクリニックで日々自分たちの成長をしていきましょうという意味での知識です。三つ目の 24/7、まあ、これ日本語で言うと四六時中もうずっと、まあ、彼らが必要、選手が必要な時にそこに行く、まあ、彼らがワークアウトをしたい、相談がある、話がしたいって言った時に、ごめん今日ちょっと忙しいからっていうのはもうない。もう彼らのためにコーチたちが何をできるか、彼らの成長のために何ができるのか。まあ、もちろん選手がね、真夜中だったりっていうのもあるかもしれないですけど、練習外でエキストラの時間でワークアウトがしたい、ビデオが見たいっていう時に、それもしっかり作って、できるように。四つ目のスウェットイクイリーは、日本語で言ったら多分同等な汗っていう意味だとは思うんですけど、まあ、一緒に汗をかく。ワークアウトする時も、ただ立ってこう腕を組んで黙って見てるだけじゃなくて、一緒にワークアウトする、バンプをするだったり、パスをするだったり、一緒に何かをやる共同作業っていうのは多分、こう、選手たちも嬉しいですし、信頼関係を築く上ではそっちの方がきっと有効的。ただ、汗っていうのはまあ動いてかく汗だけじゃなくて、一緒に何かをするっていう意味だと僕はこれを思ってて、まあ、ビデオセッション、まあ、ビデオ作ってきたよ、じゃあ一緒に見ようか、最近調子はどうなのか、言って彼らと一緒に何かをするっていう時間を作るっていうのが大事だと思います。で、5つ目のトラストは信頼。もう何よりもこれがないと全ての土台になるし、これがないと何もできないので。ただ信頼は焦らない。もう don't rush trust って英語で言うんですけど、焦ると、まあ、結局気づけるものも気づけないし、この英語で書いてあるチップスっていうのは、ダラス・マーヴェリックスのメンタルコーチの人がよく使うチップっていうので、まあ、ギャンブルとかでいきなり100ドル、1000ドルかける人は、まあ、あんまりいない中で、コミュニケーションも一緒。いきなり、ものすごい深い、初対面で深い話をするよりも、少しずつ、まあ、1ドルチップ、少し会話をしよう。で、お互いを知る。じゃあ次、5ドルチップ。少しも深い会話をしよう。少しずつ積み重ねて、信頼っていうのは、そういうコミュニケーションの上で作っていこう。まあ、この3つが、3つじゃない、5つか、がプレイヤーディベロップメントのマストの5つです。まあ、何よりもじゃあ、それって何と、プレイヤーディベロップメントって何言って、元セルティックス・クリッパーズのアシスタントコーチのケビン・イーストマンが言うには、キャリアの創造、改善、復活の3つ。まあ、キャリアの創造、create the career は、ルーキーだったり、若手選手がまだどういう選手になるかわからない、どういうキャリアを作っていくかわからないときに、彼らと一緒にそれを作り上げていく。改善っていうのはある程度キャリアがあるけど芽が出なかったりローテーションに入らない選手をどうやって選手として改善、育成していくか。まあ、復活っていうのは怪我ですかね。怪我で一回落ちてしまった体を戻す。
まあ、なかなかプレーがうまくいってないのをさら前に戻すか、さらに良く100じゃなくて110に戻せるか。このイメージにあるみたいにポシビリティとリアリティは可能性と現実。で、可能性と現実をつなぐその橋をする。現実はあくまで今自分がどこにいるのか、可能性は自分がどこに行けるのか、どこに行かなきゃいけないのか、のこの間の橋を架けるのが、まあ、プレイヤーディベロップメントだったり、コーチの役目。で、まあそのチームのシステムに合った育成方法、どうやってこのチームで成功するかっていうのを考えなきゃいけないので、まあいきなりね、スタメンの選手を狙うんじゃなくて、0分であればどうやって3分出れるようになるのか、このチームで3分出るためには、リバウンドなのか、ディフェンスなのか、何が必要なのか。じゃあ3分出た。じゃあその出場時間を伸ばすために次は何が必要なのか。で少しずつ段階的に育成、プログレスしていくっていうのが大事です。で、まあ、もちろん教える、修正する、反復する。その修正の中でなぜここを修正しなきゃいけないのかっていうクリアなビジョンを与えないと、やっぱりそこの修正もうまくいかない。で、反復も、ただやらせるだけじゃなくて、ゲームスピード。それもできるようになったら、ゲームスピード。で、ゲームの場所。で、ゲームの角度。しっかり試合でできるもののリハーサルなので、をやらないと、それこそ試合で結果が出てこない。一番最後のルールオブトゥーっていうのは、これもケビン・イーストマンっていうコーチが言ってたのが、まあ、ドリルだったり、ワークアウトを紹介する。で、その、がどういうものなのかを説明して理解するのに2分。それ以上だと説明が長いか難しすぎる。シンプルに言う。で、2分で、まあ、ある程度理解できて、ワークアウト、ドリルをやった。じゃあ、それが、まあ、慣れてできるようになるのに2週間。で、それがゲームのコートだったりの中で、少しずつ成果が見れるのが2ヶ月。で2分、2週間、2ヶ月のスパンで、少しずつ結果が出ていくと。っていうのが分かれば、その、育成を焦らずに時間をかけていけるし、少しずつ段階的に上げていくっていうのができると思うので、この2のルールっていうのは面白いなと個人的に思いました。じゃあ、ディベロップメントはいつやるのか。まあ、これ NBA の考えをこのまま今パンって入れてるんで、日本の中高大とか B リーグで当てはめるかはわからないですけど、まあ、練習の前後の2、30分、ルーキーだったり試合プレイタイムが少ない選手は、まあ、ほぼ両方。個人の課題であったり、そのチームのコンセプトの中で必要なものの落とし込み。クリッパーズのコーチが言うには目標として週2回の1対1をやらせたい。なぜか。まあ、いいワークアウトやドリルっていうのは、ボールハンドリング、パス、シュート、判断、ディフェンスの5つが、入っていると。まあ、1対1を入れれば、そのうちの要素のほとんどがカバーできる。っていうので、まあ、毎回ではないですけど、目標としては週2回1対1をやらせようとはしてるみたいです。であとは、まあ、オフの日、休みの日だったり、まあ、夜中、移動の後っていうのは、それこそまた、ルーキー、プレータイムが少ない選手は、まあ、常にエキストラの練習時間を入れないと、それこそローテーションに入れなくなってくるので、まあ、基本、いつでもですね、いつでもできるときに、必要なときにやる。で、その中でちょっと面白い考えがあったのが、2008年のボストンが優勝した時のチームで2時間半の練習をした時に、シュートを打った本数、決めた本数じゃない、打った本数、当時エースのポール・ピアスが16本、リッキー・デイビスが13本、アル・ジェファーソンが7本、2時間半でこれだけしか打たない。1時間半のピックアップゲームだと各選手のアベレージが約13本打たないぐらい。ってなった時にやっぱ圧倒的にこれだとシュートを打つ時間と本数がないからシュートを打つ時間を作らなきゃいけない。もしこれだけで終わってしまうと今日16本打っただけで終わりだよね。一番打った選手で。ってなるとシュート力が上がるどころがどんどんやっぱ落ちていってしまうし、感覚もなくなるので。まあ、ステフ・カリーは夏は毎日500本決め。シーズン入れば最低200本以上決める。僕が個人的にね、幸運なのが、まあ、ユーロリーグだったり NBA の選手と話す機会だったりもあって、シュートが上手い選手になんでそんなシュート入るのか、何をしてるのかって聞くと、ほぼ全員、誰よりも俺はシュート打ってるから。なので、やっぱいいシュートは作れる。どれだけシュートを打てるか、ちゃんとしたシュートを打てるか、それで自信も深められるし、そこがおそらく差だと思ってるので、個人的に日本の中高大、まあ、B リーグも、
シュート打つ本数は海外の選手と比べるとちょっと少ないなっていうのは感じるので、この数字はちょっと本当に面白いと思いました。ディベロップメントの注意点、1個目の Poison the Water、は水を毒さないっていう意味なんですけど、ヘッドコーチからのメッセージを勝手に自分で変えない。例えばヘッドコーチが厳しいことを言っても、ああ、そうした、これを言ったら選手が嫌な気持ちになるかなって言っても、まずメッセージをそのまま伝えなきゃいけない。ディベロップメントをもしやってるのであれば、チーム、選手の間に自分がいて、チームが求めるものを与えなきゃいけない。で、そこでメッセージの中身を変えてしまうと、信頼関係もなくなるし、チームとして機能しなくなる。で、結果選手もそのチームで成功しなくなるので、しっかりメッセージっていうのは自分のエゴを通さず伝える。で、二つ目のボディーランゲージ、態度の悪い選手に対して怒るっていうのは見たことあるんですけど、まあ、コーチ自身もボディーランゲージがある。で、ボディーランゲージっていうのは何も喋ってなくても、もう態度で叫んでるっていうふうにアメリカでは言われているので、特に選手たちっていうのはコーチの、ね、雰囲気、機嫌っていうのはきっと敏感だろうし、練習の雰囲気を作るっていうのはコーチの責任の一つだと僕は個人的に思っているので、その中でコーチ自身もボディーランゲージを気をつけていきましょう。特にディベロップメントであれば選手と接する時間っていうのは誰よりも多いはずなんで。で、それが三つ目の B consistent、継続性、一貫性があるっていう。もちろん選手がやる気ない、疲れたっていう時も、それをどうやってエネルギーを与えるか、エネルギーを出すかっていうのもコーチの仕事。で、コーチやリーダーが、まあ今日はちょっとバッデーだったな、良くなかったな、まあ、あってはいけないっていうのはちょっと厳しいですけど、二日連続であっちゃいけない。何かあってストレスが溜まっていた、パフォーマンス悪かった、リーダーとして良くなかった、じゃあ次の日はそれはもうやらない。二日連続で、二回連続で同じミスはしないっていうのを、まあコーチやリーダーの立場の人がしっかり、ね、行動で示すっていうのも大事だと思います。で、この最後の truth 真実っていうのは、まあ一番最初のやつも言えるんですけど、もう本当のことを言う。もう何かメッセージを変えたり、ちょっと和らげるんじゃなくて、まあ本当のことっていうのは大体厳しかったり、聞きたくないことですけど、それを言う必要があるし、選手も聞く必要があるし。で、まあ言葉だけだとそれがね、厳しくなるので、その時に今はスタッツだったり映像っていうのをたくさん出せるテクノロジーがあるので、それをうまく使って、まあそこには嘘はない、本当のものしかないので。で、一番最後にあるサウンドバイト、まあ音を噛むみたいな。これはマーヴェリックスが結構使うんですけど、もう長く喋らない。シンプルに短くスパッともう言いたいことを言ったら、次、長々と喋るんじゃなくて、ポイントは何なのか、シャープ短く伝えて、伝わったら、じゃあ次に行こう。次、ソーシャルメディア。まあこれは学生ですかね。中高、まあ大ぐらいに。で、今の時代にはもう切り離せないもんなんで、禁止しても、まあそれが役に立つとも思わないし、むしろそれをどうやってうまく使うか、メディアをに使われるんじゃなくてどうやってうまく使うかっていうのは学生のうちに教えなきゃいけないかなと、就職活動とかでもそれを見られるようになってくるので、それを使ってまあ自分がどういう人間なのか、どういう考えなのかっていうのをいろんな人に見てもらう、紹介するためのツールだと思いますし、多くの情報を、いい情報、悪い情報がある中でそれを集める、見つけるためにもいいツール、その使い方は教えなきゃなと。で、コミュニケーションが取れないと不安になる。選手はやっぱ不安になった時に、そこの不安に入ってくるのはマイナスの感情だったり、まあ誰かとつながりたいって言ってオンラインの方に行ってしまう。普段のコミュニケーションをしっかりする。プラス、まあ認められたい欲求は子供はもちろんあるし、誰にでもあると思うので、正しいことをしたらしっかり褒めるし、見つけてあげる。ミスは目立つし、誰でも見つけられると思うんですけど、やってほしいプレーだったり、正しいことだったりをしっかり見つけて、それを、ね、言ってあげるだけで、まあ、認められるつながりがあるっていうのも大事なんで、ちょっとここは、まあ、日本、個人的にですね、日本は褒める文化がそんな多くないので、正しいことをしっかり見つけて褒めるっていうのも大事にしていきましょう。三つ目の be in the moment、日本語で言ったら今この場所この瞬間で、フィジカルメンタリーは肉体的精神的にっていう意味で、僕もそうですけど、食事中とかやっぱ携帯こういじるじゃないですか。ってなった時に自分の体はそこにいるけど意識はもうここにない。誰かとも友人とかとご飯食べてても
その友人を見ていない、体はここにいるけど意識はもうこっちに行っているってなった時に、おそらくそれはきっとバスケに出てくる。自分のプレーはしてるけど意識が今その瞬間にない。もしかしたら試合勝つのか負けるのか20分先のことを考えてしまう。5分前の審判のコールのことを考えてしまう。ファンは今どう思ってるのか違う方に意識が行く。この一番下に書いてある WIN。まあ、win、勝つってことなんですけど、スポーツサイコロジーの方では、What's important now? 今何が大事っていうマインドセットを持とうと。今この瞬間の時間を大切にしない癖をその携帯でつけてしまうと、おそらく試合中もそういう癖がついちゃうので、自分の意識を今この場所に持ってきてねっていう意味で、まあテクノロジー、ね、ソーシャルメディアに使われるんじゃなくて、しっかりここに意識を持ってくるっていうのは、私生活とバスケをリンクさせるいいメッセージだと思うので、まあこれはあくまで僕個人的な意見ですけど、ちょっとそういう教え方もいいかなと思います。ちょっと長々話したんで次バスケのドリルの紹介です。